うん、え、未だにあれなんですか、その暴君気味な。いや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 。最近は違う。あの最近はというか最初からそういうつもりではないんですよ。そういうつもりでやってないんです私は。だって。無自覚だったの。いやいや無自覚とかじゃなくてなんか自然とそうなってしまったというか。うん、あのそうなんですよ。自然と。あれなんですか、いじめっ子体質の。違います。攻撃的なんですか。語弊があります。違います。本当に根は優しいです。根は優しいけど、自分で言わないの。根は優しいけど、表向きは攻撃的っていう。いや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 、まあでも、ちょっとそういうところはあるかもしれないですけど、うん、攻撃的っていうか、こう、なんて言うんですかね、うん、雑？乱暴？乱暴。乱暴。乱暴。なだけで、ちゃんと乙女だし、うん、なんか、多分。何気持ち悪い。いやでも本当に多分思うんですけど、ジュースジュース5人の中で一番自分が乙女だと思ってて。ちょっと待って、本当に本当に。どこでそう思ったの？だから、なんかこう、なんて言うんですか、宮本かりんちゃんがいて。悪魔のような。ちょっと待って。笑いが。遅れて。いやいやいや、うん、かりんちゃん、ゆかちゃん、私みたいなところあるじゃないですか。おいない。だから、どこにもない。そういうチーム乙女的なところあるかなって思うんですけど、はい。何言ってんの？友の口から乙女って言葉自体がなんかもうむずがい。わかるわかる。どこに乙女感ありますかね。え、結構ありますよね。見た目も。おい。あれ、どこが乙女なの？例えば、行ってみな。一番緊張しいなところとか。ああ、それは緊張しい。緊張しいって乙女なの？今ちょっと結構緊張してます。やっぱり、あの、人見知りとかすごいするんですよ。はい、なんかそういうのも、こうなんか、よーく遠回しに行ったら乙女みたいな感じかなって思う。そうかな。そうかな。よくわかんないけどね。そうかな。はい、なるほどね。乙女感あります？見て、カナダさん。なんでウィンクすんの？え、キモい。見てましたよ。いや今似合うんだろうと思った俺。なんかたまにするんですけど、え、でもトムは乙女っていうより、はい、なんです？なんだろうな、あの実は気が小さい。ああ、わかる。そうなんですよ。わかる。気が小さい。皆さん知ってます？そうなんですよ。一番弱いです。なんか、うん、こうやって外部じゃないけど、はい、どこに行くと一番喋れなくなるんですよ。そうなんですよ。あ、そうなんだ。緊張しちゃって、はい、うん、あの知ってるうち、知ってるうち、うん、仲間うち、だと、うん、もうベラ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 喋ってて、人引っ叩くし、そんなことしないです。人引っ叩かないですけど、ちょっとそれは誤解なんですけど、うん、でも本当にもうなんかなんだこの子はってくらい、なんだろう、なんかとにかくずっと騒いでて、うん、ね、なんですけど、だからその部分がね、なかなかまだ出せないのがちょっと。ね。